ませーん。どうだね、フォーマレットだー。できたよね。ポーズとブリッジ多分入るブリッジとっぽいしますよ。つまり試合でいける。やれー、何やってんだ。で、3本目ちゃんと攻撃意識上げて、ベリンガムを理想的なポジショニングして、ゲージもしっかり貯めた。にもかかわらず、あいつ、棒立ちを。ベリンガム？これベリンガムの B で、B 型の B なんですけど、それが出ちゃってるな、これ。スロワーセレクトした瞬間のフォーメーションのズレ。ここを活かしていく他ないんじゃないかなと私は予想した。ウォーカーもう投げる気満々よ、ガチで。スロワーとしての使命を感じている、こいつは。もうサッカーやめてる、マジで。ベリンガム落とし、さらにスルーパス、カイル・ウォーカー自らスローインを奪いに走る。素晴らしい。こんなにもらう難しいやー。でもいっか、そうだね。なんか今スローイングからオーバーヘッドキック狙っとるけど、正直スローイングにならんかったら普通にオーバーヘッドキック狙いに行こう。クロスボール蹴って実際それいいよな。当たったらスローインになるし、当たらんかったら当たらんかったらいいしみたいな。相手は突っ込んでこんくなるしな、こうやって。でルックマンがバスト、そうこのバーって走ってっていいところポジショニング取って、で逆にそういうの狙い出したら発生したりするんよ。そんなことない。そこでぶつかるんかい。あくまで照準はオーバーヘッドキックっていうところに合わせて、スローインとクロスボールの両方からアプローチをしていく。こういう作戦でいこう。ウォーカー行った。スルバー落として。そう。で、この上で、さらにウォーカー。いいよ。サイドバーバー攻撃していこう。てか、普通にサイドの攻撃力があっていいの、この使うと。いける。ベリンガムどこだ？ベリンガムいっけー。何やねん。もう OM の挨拶やん。とりあえず飛んでくれ、マジで。お前さ、俺にとって朝日さん納豆やって、マジで。呼んでくれ、俺のボールを。いや、いいね。ナイスナイスナイス。重いんですけど。あー、くっそ、いけー、違う。もう何もかもが違う。じゃ、ルックマン、お前真ん中行くな。お前みたいなコムドットが生まれることを聞くして俺はこうやってたの。てか、オフェンシブでベリンガムしたらよくない？めっちゃそれ。カウンターターゲットでよくないか？え、待って待って。え、めっちゃやれよ。え、この手のこと全部やってなかったよ。マジでアホすぎがちで笑える。さあ、というわけで戦術をフルに活用した状態の俺のスカットは一味違うぜ。フォーデン。フォーデン。いいね。そう。ウォーカー行く。ベリンガム。あ、しまったもん。もう一度に二箇所見れなくて。この攻撃で決めるぜ。ゴー、ゴールックマン、クロスボールだ。やれベリガム、オーバーいった。しかもパスやし。でも今のワンチャンだ。シュート入力しとったらオーバーエイトしとったと思わん。まあ、マジそれある。あー、やらかした、マジミスった。あー、あとはまあロングスロー投げる人間カエルウォーカーでこだわらんでもええのちゃうかっていうところあるんですけど。いやだ、こだわりたいんだ俺は。リアルを追求していきたいんや。だったらセンターバックのグエも上げた方が。黙れ、そんなもんできるわけないやろ、死ね。なんかいつか決まりそうな気がする。なんかウォーカーずっと絶好調やな。めっちゃバーストして、めっちゃバーストして、いや、ぶつかって、うわー、お前がぶつかるんかい。逆逆ディオング、うわ、遠いな。一応投げてみる。まあ一応投げてみるか。意識パンパンにして、ウォーカーにして、フライパスして。おらあ、こいつやる気ないぞ。あー、でかすぎる。マジで本当にやるだまず。ちょ、キー、スロワーセレクト、スロワーセレクト。オッケー、スロワーセレクトで、ウォーカーにしてきて。ありがたいが、すべてを理解していただいている。ベリンガム行け。練習通りやれ。そんなもんやったことねえだろ。いつからイルカさんになっちゃったんだてめえは。浮いてるボールをこすぐのがお前の仕事か。ちげえだろ。流れてけそのまま、男だったら。いいよ。いやー、流れ、いや、右行け。いやー、行けお前と。あんなんがゴール行くか。ふざけんなマジで。あんなん入ったら逆に切れるぞマジ。言うとる終わっとんなみたいな。あ、やれだやれだ、危ない危ない。はいはいはい。ベリンガムいけます。いけ、オーバーヘッドキック。おーし、おー、なんか中央からのフライパス結構熱いということは判明。いや、確かに元来熱いものはあったが、あの状況からでもいけるんや。オーバーヘッドキック。すごい、オーバーヘッドボットになってる完全に。ベリンガムが、いけいけいけ、ベリンガム、オーバーヘッドキック。無理すぎ。絶対無理や。どうやったらこれルディガの目を盗んでオーバーヘッドキックだっていう愚行がかませるんですか。すごいな、フィーゴマジで。めっちゃミスった。ドカーン。ドカーン。何もかもが違うけど、時間帯だけは立派。よし。
何が惜しいじゃん。今ここは皆さん、本編だと思ってませんか？違いますよ。ここおまけですよ。いつ成功するかなみたいな。その眼差しやめろ。今この瞬間に動画やめてやってもいいからな、お前。で、メールパス。いけるでしょ。よし。こっからまずスローイン狙う。こ、来たか。マイボーやろー、お前審判よう見てくれよ、マジで俺のこの疲れた目を。ボールどっちが触ったかとかじゃなくて、もっと確認するべきことあるやろ。俺の目を見て本当にあえてボールだと言うのか。デンちゃんからクロス蹴りますか。いやー、そんな綺麗にボールだけ摘出して、ほんまにゾルディック家か。横流れよ。そう、お、開いてきた。ビガビだメドルチェの出張させてクロス対応させるとか、お前ノーチャンすぎるだろマジで。何このユートボール界で煽りみたいな存在出現させてんの。もう無理じゃん、あんな触れた瞬間。これズリだろ、ズリズリだろってパイになっちゃった。少し違いまして、うまい、きた、完璧、きたぞ、きたきたきた。あ、待って、スローアースレクト、ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー来てる、ウォーカー来てる、ウォーカー来てるよ、ウォーカー来てるよ、今これ来た。行け止め、行け止め、行け、お前ヘッドキック、ははは、無理だ、絶対無理なことが確定した。今まで練習で何度もあそこでオーバーヘッドキックを打ってきたが、横に人がいるとベリンガムは垂直に飛びます。ははは、無理だ。いや、もう終わっていいな。終わっていいだろ、だって無理だったんだもん。スロイン、スロイン。くそ、せっかくだからコーナーキックにしてあげるよみたいな働いてそうで腹立つ。いけーベリガム、ちげーだろ、2回やってどっちも垂直という、マジで体育テストやれーお前ヘッドキック。これが対人戦の限界です皆さん、今のがオーバーヘッドキックです。え、画像と違う、イメージと違う、黙りなさい、君たちは現実を知るべきだ、これが大人の世界なんだ、これが限界なんだ。え、来たよ、みんな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 来たよ、久方ぶりに来たよ、これウォーカー、ウォーカー投げる準備できてっか。違う、スルバーセレクト、そうそう、ウォーカー、ウォーカー、ミスった、ビリガム丸まり、あーマジでミスった。グーゾーも裏場練習してよ、もうお前はそういうところでほんまにマジで、それは初心者、裏ビリガム打てきたー、きた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 、マジック、マジック、マジック。いけー、ベリンガム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 。無理。来い、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 来い。ベリンガム。来たね、花火だ。じゃないっす。多分これ相手も気使ってくれとるな。おそらく共同作業が働いてる。ウォーカーか？ウォーカーだな。ベリーじゃ無理に決まって、なんでそれシュラ言ったんだよ。勝てるわけねえだろ。ダブルセンターバックバーガーでどうやってお前食べられようと思ったんや。てめえらで存在価値ピクルスだから、いるかいねえかわかんねえから。これもう共同作業できてる、ガチで。頼む、来てくれ。わかるだろ俺の気持ちが。俺が何を思ってるかわかるだろお前ら。来い、わかるだろなあ、早く来てくれ、そうそうだ、頼む、じゃあお前なぜ自ら出てってくれよ、ピッチ外に。じゃあもう戦争だな、それはもうしゃあない。じゃあ行くしかねえ。ペリカム。またピクルスやってる、あいつもう無理や。うわあ！ベリンガムのチンポが！フィーゴ言ってんな。いけー！きたぞ。
来た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 。ベリンガム、ベリンガム、1111、ベリンガム、違う違う違う、いくらベリンガム戻ってこそうや。あーミスった、もうもう死ねよ。よっしゃー、これがベリンガムのオーバーヘッドキックや。もうゴミしかおらんがちで。何がしてんだ、おらもう対人戦は無理だ。てか最初っからこうすればよかったな。コンピューターやったら多分アホみたいな足伸ばしてディフェンスでボール取ってくれるはず。埋めた、ほら餌だよ、ほらほらほら餌だよ、ほら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 。ダメだこいつら。最悪だ、こいつらボール奪い、ある程度のライドにならないとこいつらボール奪いに来ねえ。ふざけんな、難易度があったらお前らゴール前からなっちゃうだろうが。でも難易度下がってたらスローインさせてもらえねえだろうが。終わりじゃねえかお前、ベリンガムフーじゃねえかこんなんよ。ベリンガム中入れ、そう来た。いやーベリンガム、お前忘れたのか。ポジティブな言葉をかける、できるよベリンガム、お前ならできる、お前以外誰がいる、いいよったよな天気の時も、俺以外誰がいる、そうお前以外誰がいるんだベリンガム、いけベリンガム、オーバーヘッドのポジションにつけ、ベリンガム違うだろ、だって来てる、ボール奪ってくれ頼む、ボール奪ってくれ、なんだよこれもう全員沼じゃん、いけ来た、ベリンガム、もう何でもいいから決めてくれ、長すぎる撮影時間が、お前に費やした時間をうまく分配すれば月曜日の分配の動画が撮れているってことに気づいているか。だが俺はまだ今金曜日の動画を撮ってるんだベリンガム、わかるかこの恐ろしさが、ベリンガム、ベリンガム、サイドでボール持ってる時もプレス来る、ギリギリの難易度攻めよう。さあまずアマチュアはプレスに来てくれるのか、アマチュア、アマチュア、所詮アマチュアでした。おてか、よしよしよし、初めて来た初めて来た、悪くないポジション、なーにやってんだレーマとかへ勝つわよ、もううっざく、お前もうマジお前なんだよ、全部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 よ、あもう緊張したらすぐに普段してることができなくなっちゃう、君は本当に勝負どころではマジでもうなんか持ってない、なんか YouTuber としての才能がない、うわ普通だったらそうはできないのに、すごいさすが YouTuber だぜってやらないかのに、お前はその辺の大学生と一緒、マジで緊張したら、ああ緊張しちゃった、あわあわ、ジョージが真似した、あれお前やで、あのあわあわ、うん、ハキハキ喋れよ、あれお前やでガチで、持ってる危機感マジでよ、来たーベリンガム、なんで止めんねんマジでよ、もう止めんなよ、なんでそこでアマチュアゴールキーパーが起き出すとじゃボケ、いきなりスーパースターに開花すんだ、ああベリンガム、いいプレスだ、素晴らしいプレス、ベリンガム分かるな、ベリンガム分かるな、ベリンガム、そうだ、何やってんだガチッ、何やってんだ、めちゃくこいてんじゃねえ、で俺の沼が終わったらてめえの沼が始まるんだよ、いや違うプレスちゃんとやれ、もう下手くそプレスがマジで、スローインしろ、クロス来てこれよ。画像まんまやんけこれ、というわけで早速私の完成作品をご覧ください。あーこの瞬間が一番楽しいんや、結局これが見たくてね、トレーニングモードでなくコンピューター戦ったみたいなとこありますからね、いやいやいや、いけいけいけ、来い来い来い、これだ、はい、
おいどうこれ、もう足完全にもう垂直よ、地面に対して。お、臨場感のあるカメラワークからビギョロン、お前と行けたまんねー。これもいいよ、クロス。うおー、かっこよすぎませんか、ちょっと、これは。絶妙にミートしないところの再現度も高いな。こういうところもいい。トゥーリケジュレンカ、9時以上